今年もたくさん本を読みました。 Hey guys! I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーの Nanase です。2023年もですね、もうたくさんのいろんないい本との出会いがありました。そんな中で特に、まあ、結構最近私が買った本とか読んだ本っていうのをちょっと集めてきたので、それを皆さんに今日は一挙ランダムでご紹介していこうかなと思います。今年の冬年末年始とかに読む一冊の参考とかに、ね、なっていただいたら嬉しいし、あ、こんな本もあったんだとか、自分もあ、これ読んでよかったよとかね、そんな皆さんも読んだことがある、見たことがある本が出てくるかもしれません。ちょっとね、かなり大量にあって、まあ、もちろんここでね紹介しきれないぐらいの本をまだまだ他にも一応今年は読んでるんですけど、まあ、ちょっとね手元にパッてあるもので、ちょっと皆さんにねご紹介したいものっていうのを用意してきましたので、一緒に見ていきましょう。ちょっと大量にあるので結構ね純不動なんですが、まあ主に自己啓発本、ビジネス本ジャンルになってくるかなと思いますので、まあそういった本が好きな私の視聴者の方はね、あの喜んでいただける内容かなと思います。ではまず、一冊目がこちら、はい、人間関係ベスト100、これはですね、まあどんな本かというと、まあ人間関係のあらゆる新事実について書かれています。これ研究が、世界最先端の研究が教える新事実というふうにあるんですけれども、まあ、中身を見ると結構なんていうんだろう、分かりやすい簡単な感じの内容なので、すごい読みやすいかなと思います。まあ、例えば SNS の時間を減らすだけで孤独感とか不安感が減少するとか、うぬぼれ屋ほど自己アピールが上手とかですね、まあ、そんな感じで身近な、人間関係に使えそうなテクニックっていうのが結構載ってますので、まあ、すぐね使えるんじゃないかなと思います。まあ、そんな結構読みやすくて人間関係の、いろんな裏技というかコツとかが知りたい方にはおすすめの一冊になっています。もうこれ本当に、ね、一語一句こう前から読んでいくっていうよりかは、まあ、辞書みたいにペラペラこう見て、であこれ使えそうだなとか、まあ、デート前にちょっとね異性に、好評 なんか人間関係のコツないかなとか、そんな風に、ね、使っていただくといいかなっていうような本になっていました。すごくね面白かったです。ちょっと今日はですね本当に量も多いので、まあ、ざっくりねこんな感じで解説していこうかなと思います。で概要欄にね全部、本の URL 貼っておきますので、よかったら見てみてください。そして続いてがこちらです。これもね前ご紹介したこともあるかと思うんですけど、このザ・ロングゲーム良かったですね。まあメンタリスト DAIGO さんもおすすめされていた本なので、まあ私新しく学ぶことあるのかな、まあ要は長期的視野が大事でしょっていうようなね話だと思ってたんですけど、まだまだ学びがあったというような本になっています。これは今のね自分の人生とかあって、どうしてもこう目の前のこととか短期的に考えてしまいがちと思うんですけど、しまいがちだと思うんですけれども、やっぱり何事も長期的視野で、まあ、そういった思考で考えてみるとまたね見方が変わってくるんじゃないかなとか、まあ、そういう新しい気づきがねすごく読んでてありました。まあ、内容もねちょっと難しいかな、どうだろう、まあ、本読んでる人だったら全然読めるような簡単な話なんですけど、慣れてない人だと結構活字がパーって続いていくのでね、ちょっと大変かもしれないんですが、まあ、年末年始にぜひねこれ読むといいんじゃないかなというような一冊になっています。今自分にとって一番意味のあることをするためにですね、ということで、なんかまあ簡単にこれを表現するんだったら、もうこういう長期的視点で物事を見た上で、今じゃあ自分はこれするといいよね、これするのがベストだよねっていうような答えが見つかるような本かなと思います。ちょっと内容をね自分でそういう風にこうなんていうんだろう、インプットしたりとか解釈する力っていうのが必要になってくるかもしれないんですけど、まあ、非常にね中身はすごくいい本だったのでご紹介しておきます。そして続いてがじゃじゃーん、はい、キングコング西野さんの本ですね。まあ、彼の方はね本当に革命のファンファーレ、あれもう本当にすっごい良かったと思ったので、もう期待していつもね読んでるんですけれども、まあ、今回のこの夢と金っていうね、まあ、結構タイトルが生々しいような本なんですけど、この本もね結構良かったです。まあ、お金が尽きると夢が尽きる、これが真実だと、私が西野さんのねいいなって思うのは、本当にズバッとね物事を言ってくれるところですね。やっぱりこうお金とかってなんかこう嫌なイメージがあったりとかするかもしれないんですけど、結局やっぱり自分の好きなことをするためとか、自分の大切な人を守るために一番大事なのってお金なんですよね。だから、まあ、結局お金って大事だし、お金の話をするのって全然こうなんていうんだろう、いやしくないというのか、全然別にそれが汚いイメージでもないので、全然夢とかお金についてってどんどん語っていいことだと思うんですよね。その意見に私はすごく大賛成なので、まあ、そういったところが結構西野さんのこう理論的に話
話されているような感じの本なんですね。で、彼は本当にすごいなと思うのは、そういうなんとなく分かってるものとか、他の自己啓発本とかビジネス本で学んだことをめちゃくちゃ上手に、まあ、例えとか出して、もう本当に誰でも分かるような感じで解説してくれるところ、彼はねそこがすごく長けてると思うんですけど、まあ、そういったところがね詰まっている本です。なので本当にこれはまあ、子供たちにもね教えてあげたいような内容だと思うので、まあ、親御さんとか、自分のね、子供に教えてあげてもらうといいかなっていうような内容になっていました。まあ、後半ちょっとね難しい話とか、NFT とかね、そういったところにもね触れられてはいるんですけれども、私が特に気に入ったのはこの前半パートのねところです。まあ、夢とかお金についてね、彼の、価値観というのか、そういったところがね垣間見れるので、ぜひねこれ読んでほしいなと思います。まあ、特に西野さんのね YouTube 見ている方だと、もうあそれ知ってるよ、彼よく言ってるよねっていうような内容かもしれないんですけど、まあなので西野さんのファンじゃない方こそね、ちょっとこうペラッとページをめくってみてほしいなと思います。きっと彼の凄さにねもう驚いて口が開いたままかなと思います。もうそれぐらい、あめちゃくちゃうまい表現使ってるなみたいなことがありますので、まあそんな感じで夢とかお金についてねちょっと気になる方はぜひ一度読むと価値観が変わるかもしれません。そして続いてがですね、あこれも良かったですね、この自分で始めた女たちっていう、これはですね、まあ、ちょっと2000ぐらいして高めの方かなっていう風に思ったんですけど、このいろんなね世界の女性たちが自分で、好きを仕事にしている方たちなんですよ。で彼女たちにこうちょっとインタビューしたようなこう話を聞いているような感じで話し言葉で、書かれていて、その人数も結構多いので、本当に何だろう、こう見開きぐらいな感じでもうパラ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 こう写真も多いし見ていけるかなっていう感じです。もうこの人物はあこういうことしたんだとか、もうこれを見て思ったのは、まあ、特にこれ女性にねおすすめなんですけど、こうやっぱり好きを仕事にするって、まあ、私もね実際そういう道を歩んではいるんですけど、めちゃくちゃこう難しかったり波があったりとかするじゃないですか。まあ、そこの苦労ってやっぱり周りに似たような人がいるのといないのとでは全然違うと思うんですよ。普段だったらねもうなんで私だけこんなに苦労しなきゃいけないんだろうっていう風に思うかもしれないんですけど、やっぱりこういうところで自分で始めた女たちをね目の当たりにすると、あこんな苦労やっぱりしてるんだなと、そんな苦労があった上で好きを仕事にできてるんだなとかっていう風にねすごく励みになると思います。なので結構そういう私映画とかドラマでも女性がね活躍するものが割と好きなんですけど、まあ、そういうのが好きな方はすごく励まされるし、自分も頑張ろうっていう風にね思えるような一冊になってるかなと思います。まあ、これも活字でこう読んでいくっていうよりかは本当にインタビュー、まあ、雑誌みたいな感じですかね、こうインタビューされててその方の写真があって、まあ、こういう理由で起業してとかそういうものがね書いてあるものになってますので、なんか宝物的な感じの本になるかもしれないですね。ということでこちら、自分で始めた女たちです。まあ全部読まなくてもちょっと気になった人だけこう見たりとか、ちょっと自分の仕事で息抜きがてら見たりとか、その程度でもねすごくおすすめかなと思います。はい、続いてちょっとね変わり種で、またこれねまあ女性に割とおすすめっちゃおすすめなんですけれども、男性もねこれ知っといてほしいかなっていうようなところがあります。これ、こちらがですね、子宮内膜症は自分で治せるという本なんですけど、これ個人的に私ずっとね生理痛がすごくひどくて、まあずっと何もね検査しても何も大丈夫だったんですけど、最近子宮内膜症かもしれないっていう話が出てきて、でいろいろこう調べてた中でこの方の本に出会ったんですよね。でまあ一応針治療とか言ってそれでね生理痛はかなり良くはなってきているので、まあ大丈夫なんですけど、まあここでねなんか本当にやっぱり生理ってこう女性は血が出るので、その分脱水症状になっているんだとか、そういうことが書いてあって、まあやっぱり飲み物をたくさん取ったりとか、あと温めることっていうのがすごく大事だなっていうのを再確認できて、まあそういったね具体的な方法とかちょっとした体操みたいなものも載っていて、まあ、これぜひねもしね悩んでる方いたらぜひこれねおすすめかなと思って、紹介させていただきました。まあ実際ねこれをやって治せるのかどうかっていうのはもちろんわからないし人それぞれだとは思うんですけど、まあちょっとねやっぱりこう本当に藁にもすがる気持ちでそういう生理痛とかもね辛いと思うので治したいと思うんですよね。なのでぜひねこれを読んでもしかしたらね皆さんのこう健康状態とか皆さんの生活をね助けてくれる本になるかもしれないと思ったのでご紹介しておきました。ぜひね男性の方もですね、あ女性って生理の時ってもう本当にそんだけ辛いんだなっていうのをねこれ読んで分かってほしいなと思いましたので、ぜひね男性の方も飛ばさずにこの本ね紹介聞いていただけたらと思います。ということで、まあ、こちらねもしよかったら、女性の方特にねおすすめの本になっております。そして続いてがですねこちら、はい、ありのままの私を好きになる、366の質問っていう本なんです。
ですけど、これはですね、あの TikTok で私は知って、あのなんかこう要は366個質問が書いてあるんですよ。なんか昔そういうラブダイアリーとか流行ったの分かります？あの世代じゃない人分かんないかもしれないんですけど、ラブダイアリーっていうのは彼氏とか彼女宛に相手のこういうところとかなんかそういう質問があってそれ書いてくみたいな。でそうすると366とか100とかかその本みたいになるっていうのがね昔流行ったと思うんですけど、まあそんな感じの自分に対しての本っていう感じですかね。やっぱりこうありのままの私を好きになるっていうところで、まあどちらかというとそういう自己啓発というか自分をね見つめ直すような質問がたくさん書いてあります。例えば、今の収入は時給に換算するといくらですかとかね。あとはまあ本当にあのちょっとこう名言っぽいものも載ってるんですよ。でその名言っぽいものが割とあの TikTok 見ててあなんかこれ刺さるなみたいな結構そういった言葉が多かったので一応買ってみました。でまあこちらねあの質問結構量が多いのでもちろん全部ねやりきらなくてもいいとは思うんですけど、まあちょっとした時になんかこう自分の中でのモヤモヤとかあればこれでね質問を書いてみたりとか質問の答えを書いてみたりとかちょっと名言見てあハッとしたりとかね、あの本当にねあれ結構いい言葉載ってるんですよ。例えばこちらのですね187ページ未来についてというところに失敗なんて怖くない一番怖いのは失敗を恐れて何もしないことっていう風にあるんですけれども、まあ、本当にそうですね。やっぱりこう何か踏み出そうとか何か新しいことをしようっていう時にねこう失敗したらどうしようっていうのねみんなね怖いと思うんですけど、やっぱり一番怖いのっていうのは失敗を恐れて何もしなかったらもうその自分の可能性をゼロにしてしまう方がねよっぽど怖いのでね、まあ、そういった形でねすごく人生を変える一冊になるかもしれないと思います。まあ、ありのままの私を好きになる366の質問、はい、1ページにつきね3つの質問が載ってるのでそんなにね思ったほどバーって質問だらけっていうわけでもないのでぜひね気になった人はやってみてください。こちらの、田口久人さんっていう方が著者の方なんですけど、まあ、TikTok とか多分 SNS もねされてると思うので、まあ、そちらで見てね良さそうだなと思ったら購入してもらうといいかなと思います。そして続いてが、こちらですね。こうして思考は現実になるの2の方です。これ1の方を以前購入してまあ動画にもねさせていただいてたと思うんですが、すごいね結構良かったなとこうなんて言うんだろう引き寄せとかそういう法則を自分で実験して体験できたっていうような本だったので2も買ってみたんですよ。で結論から言うと私は1の方がなんか良かったなというような感じでした。2はねよりこう結構スピリチュアルというか、まあ、引き寄せの法則に結構踏み込んだ内容になってくるので、まあ引き寄せ中級者とかにねおすすめの本かなとは思います。ということでこちらこうして思考は現実になる2、まあ、かなりね今あの安く手に入るようになってますので、まあ、気になった方はねあのやってみて、まあ、これはね読むというか実験する自分でこう試してみるっていうような、ね、本かなと思います。本当にね誰もが身につけられるスキルというふうにあるんですけど、まあ、本当に引き寄せの法則ってなかなかねこう自分でやってるつもりでもできてんのかな全然なんないよとかねあると思うんですけど、まあ、そういったところ科学的にもねちゃんと証明されてるものも多数ありますので、あんまりそんなにスピリチュアルすぎないっちゃすぎないと思うので、あのそういった意味でもね読みやすいかなとは思います。まあ、小さいですしねサイズが多分単行本もあるとは思います。これそしてこちらがですねサンディ・サトシさんの本ですね。はい、親子の法則というこちらのねサンディ・サトシさん、YouTube でもね結構、人気の方だと思うんですけれども、まあ、自己啓発とかねそういった内容を配信されてるかなと思うんですが、親子の法則っていうのは結構こう私たちって想像以上に親の影響を受けてますよっていうことを言われてて、まあ、お金がないのは父のせい、愛されないのは母のせいという風にあるんですけれども、まあ、どちらかというと普通こういう自己啓発本って自分の力で何か変えていきましょうとか全ての原因は自分にあるみたいなね考え方発信してるのが多いと思うんですが、そんな中で実はこういったところは親からの影響を受けてたんだなみたいな発見があるような本なんですよね。なのでそこでね、まあ、親捨てっていう、まあ、聞こえはちょっと悪いかもしれないんですが、親とのそういう、関入というかこう関わりとかそういう影響を断ち切ること、別に親との関係性を断ち切るっていうわけじゃなくて、そういう親からの影響っていうのに気づいてそこを断ち切ることで、まあ、真っさらな状態で自分でねこうスタートできるよっていうような本になってるかなと思います。まあ、そういう風にねもしかしたら皆さんのストレスとか生きづらさが親の影響かもっていうねちょっと怪しいなって思った方はね一度読んでみると、その辺もしかしたら紐解けるかもしれません。そしてですね今回こちらストレングスリーダーシップという本、これ新しく割と出てますね。確かこのストレングスファインダーは自分の強みを見つける本でね有名だと思うんですけど、2013年にもともとは出てるんですけど新装版として2023年、今年の2月に、ね、出されている本ですね。だからかなんか結構新しいなと思って本であれね買ったんですけど、でこれはですね、まあ、ストレングスファインダーと同様に、まあ、パスコードがついてるので、自分でね心理テストしてストレングスファインダーやった人はねその自分の、特徴を分かってると思うのでその部分を読めばいいだけって感じです。なのでストレングスファインダーをしていない人はこ
の方にあるパスコードを使って、審査再度やってみて、でそれでその結果の内容を、まあ、こことかあとネットで確認できるっていう感じなので、まあ、これはねどちらかというと自分の強みとかっていうよりかはリーダーシップが向いてるか向いてないかとかそういったところが書いてあります。なので例えばもちろんね自分に使ってもらうのも OK だし、例えばあ部下でねあいつをリーダーにしようかなどうしようかなとかそういう時にもね、一度使ってやらせてみたりとかするといいんじゃないかなと思います。まあ、そういったね自分のこう働き方とか、そういうのを見つけるのにやっぱストレングスシリーズすごくね役に立つので、ぜひまだ一度もやったことない人はストレングスファインダーの方からね、やってみてください。前ね本とかもご紹介してると思います。そして続いてがですね、あこれも良かったですね、めぐみさんのだいぶ流行ってましたね、これ綺麗はこれで作れますという本です。まあ、こちらもですね結構まあ販売たちまち10万部ということで人気の本で、まあ、本屋さんに並んでね私も思わず手に取ってしまって、ついついねもう夢中になって読んでた本なんですけど、もう1000以上の美容法から本当にめぐみさんが試して聞いたものだけが載ってるというような感じの本なんですけど、まあ、これで やっぱり私もねまだまだこう自分の日々の美容ルーティンで見直すところがあるなというふうに感じました。結構この本読んでから実際にあのスチーマーをね、やってみたりとか結構影響は受けてますね。でやっぱり彼女自身も本当になんて言うんだろう、ほうれい線とかがすごく綺麗になってたりとかして、あいいなそうなりたいなどうやるんだろうっていうねそういった探求心がねそそられるかなと思います。もうめちゃくちゃめぐみさんもね今すごいお綺麗な感じになってるので、まあ、男女ともにですねそういう美容系について知りたい方はぜひね今年はこれもう激推しです。はい、そしてこちらですね続いてチャッター頭の中の独り言、これもねいつか、動画でねご紹介していたかと思うんですけれども、この頭の中の独り言っていうのはやっぱり私たち人間って何もねこう喋ってなくても頭の中で自然と何かしらこう独り言を言ってますよね。あ今日何食べようかな、 あれいいなとか、あの人かっこいいなとかね、まあ、そういうのをこう自分で、ね、自然とネガティブになっちゃったりとかポジティブになっちゃったりとかするんですよ。でこれ本当にネガティブな時ほど注目してみてほしいんですけど、そういう時って何をやってても何を考えてても何を行動しててもなんか絶対ネガティブな方に考えちゃうんですよね。なのでそういうものをコントロールしてもう頭の中の考え方で自分の行動とか全てが決まっていくよっていうような話なんですよね。だから結構分厚いですし、まあ、いろんな研究とかも載ってるので結構本に慣れてる人でも時間かかるかなっていうような感じの本内容ではあるんですけれども、やっぱりすごく大事なことを言ってるんじゃないかなと思います。そういう風にいくらこういい本読んだりとかこう頑張ろうとかね、まあ、自己啓発セミナーとか行っても自分の普段の頭の中がすごくこうネガティブになっちゃったりとか自分でそういう風に思い込む癖があるっていうことに気づいてないと絶対変わらないと思うんですよね。なのでまず自分の中のそういう独り言にちょっと注目してもらうっていうところが大事かなと思います。もう本当にそれでね人生本当変わると思うので、まあ、そういったものを行動して良くしていくための方法が26個載ってるので、まあ、試せるものからね試してもらうといいかなと思います。なんかだいぶちょっと素人びしちゃった。そしてですね続いてがあこれも買いましたね、アンミカのポジティブ相談室ということでアンミカさんの方をねちょっと今年買ったんですよね。まあ、これもねアンミカさん皆さんもね多分ご存知だと思うんですが結構ポジティブな、発言とかポジティブなこう言葉をね発するのがめちゃくちゃ上手な方じゃないですか。なんかちょっと私もそのアンミカさんみたいにねポジティブな、発信ができるようにねなりたいと思ってちょっと参考にさせていただきました。ということでね、まあ、これポジティブ相談室っていうタイトルから分かるように結構こう何か質問に対してアンミカさんがポジティブな、返答をされるっていうような感じになっています。まあ、ポジティブといってもそうですねなんかこう無理やりポジティブにするっていうよりかはちゃんとアンミカさんのなんか言葉を選ばれて、答えられてるなっていうのが伝わってくるような内容なので、まあ、読んでてねあなるほどとか自分も似たような、ね、相談があったら ありがとうございますみたいな、ね、答えが得られるかもしれません。そしてですねこれまだちょっと今読んでる途中ではあるんですけれども心が強い人の人生は思い通り神メンタル、これも結構流行ってましたよね。なんかこう私ね読まず嫌いで、結構見てたんだけど読んでなかったというか買ってなかったのでちょっと遅いかなと思うんですけど、やっぱりねこの良かったですねこの本は。星渡さんの本でもう一個後で出てくる時間術の本にねめちゃくちゃハマってですねすごい分かりやすい説明だったんですよね。でちょっと彼の本をね読んでいきたいなと思ってちょっと読み始めてるところです。この神メンタルもですねメンタルは私割と強い方っていうかもう出てるので大丈夫かなと思ってたんですけど、なんかよりこう自分の人生をコントロールするためのメンタルみたいなところが学べてなんかこう自分を見直すきっかけになるしすごくね面白いなと思いました。実際にワークとかもあるので、まあ、それやりつつね、自分のメンタルが鍛えられる本じゃないかなと思って今途中なんですけど読んでいます。そしてですね最近買った、本がこちらの、中村誠さんの無敵の稼ぎ方という本なんですね。こちらもですねこの方結構
まあ、SNS とかでもちょっと話題になってる方だと思うんですけど、中村さんがですね、こうフリーランスとして、最強に稼ぐその稼ぎ方みたいなのが書いてあります。で、彼も初めはすごいどん底で、もう全然、何やっても稼げないとか、なんかこう、仕事もね、会社であんまりうまくいかなかったっていう経験をお持ちなんですけど、そっからフリーランスになって、もう億とか全然稼いでるよ、みたいな 方なんですね。で、その仕事術みたいな感じなのが学べていけるので、そういう仕事術とか、あとメンタルのところとかでも、あ、こういう風に考えていけばいいんだなとか、あ、こんなどん底でも這い上がれるんだなとか、そういったところがね、励みになるんじゃないかなと思います。そういった意味でね、最小限のコストで最大限のお金に変える最強ルールということで、まあ、そのあたり彼の人生をちょっとこう追体験しながら、解説がしてあるので、より具体例もあってね、わかりやすいかなと思います。これをね、大事なのは本当に自分にどうやって活かすかっていうところだとは思うので、まあ、読んで終わりっていうよりかは自分に置き換えて考えながら読むといいかなと思いました。結構ね、赤裸々に語られていますね。あとこれもね、最近買った本です。もう私がね、結構大好きだった YouTuber の、テンチムさんですね。今、休止中ですけれども、活動。テンチムさんと、秋香織さんっていう、まあ、なんていうんだろう、こう、二人著者がいるっていうような感じなんですけど、まあ、要はこれ、テンチムさんの、こう、インタビューとか、テンチムさんを、こう、この秋香織さんって方が、もう一年ぐらい密着して、で、炎上騒動の裏側とか、その、彼女がどういう風に考えて、どうやって、ああいうトリプルワークをやったりとかしたのかとか、で、逆にね、炎上をこう、なんていうんだ、プラスに変えたじゃないですか。なんかそういったところとかで、その、押される力っていうのが学べるかなと思って買ったんですけど、もう、さ、想像以上にすごくね、内容良かったですね。彼女の前の方も良かったんですが、これは本当に、なんか客観的な、こう、ちょっとインタビューとか、彼女のあの時の裏側とかで、ずっと私、天智部さんの動画見てたので、あ、あの動画はそういうような意図があったんだなとか、もう YouTuber としては本当にすごく参考になるような本で、もう読んで良かったなと思いました。まあ、彼女ね、本当に、活動休止中なんですけれども、ぜひね、これは本当、天智部さんの YouTube 見たことある方にはね、手にしてもらうといいんじゃないかなと思います。すごいね、なんか頑張れるというか、本当に、あんだけやっぱり辛いんだなとかね、そういうのもね、ひしひしとこう伝わってくるのでね、すごかったですね。そして続いてこちらが、無限の引き出しとチャンスを手に入れるデザインの見方ということで、これもですね、角川さんから出てる本なんですけれども、こちらの本も、まあ、デザインについて、例えば、デザインって、まあ、素人からすると、私もほぼ素人に入ると思うんですけど、やっぱりこう、デザインって何なんだろうっていうような感じだと思うんですよ。だけど、例えば YouTube のサムネを作るにしても、ちょっとこう、文字のフォント変えるとか、配置を変えるとか、全部ああいうのって、デザイナーさんとかの目からすると、計算されてると思うんですよね。そういう見方が、見えるようになってくるっていう。こんな感じでね、例も帯にあるんですけれども、本当にそういう、この本を、まあ、本当に読むというか見るっていう感じでね、進めていける本なんですけど、そうするだけで、日々の生活でデザインの勉強に日常が変わっていくみたいな、そんなね、本なんですよ。なのでこれ、デザインの見方っていうのは、もちろん多分敵味方の見方っていう意味もあると思いますし、一応この本で言ってるのは、こう、見方、見る方法っていう方の見方っていう意味もあると思うんですよね。なのでデザインって、あ、こういう風に見ればいいんだとか、デザイナー目線で見れるようになっている本なんで、まあ多分これ一冊で、なんて言うんだろう、日々の生活のそういうデザインとかに対する見方が変わるっていうような本かなと。なのでもちろんデザイナーさんもちろんなんですけど、多分デザイナーさんとかだともうすでにそういう見方されてると思うので、そうじゃない私たち一般人が読むことでちょっとこう、例えば仕事でのデザインについて、ちょっと言えるようになったりとか、変えてね、より良くしていくことができるような本なんじゃないかなと思います。ちょっとなんか大丈夫ですかね、これ壊れそうなジェンガみたいになってるんですけど、本でジェンガっていうね。そして、もう一冊これですね、アミカさんのこれポジティブ手帳ということで、まあ、今年の手帳これにしようかなと思ったんですけど、一応ね、今七瀬手帳の方を自分で作っちゃったので、まあ、多分これを参考にしつつもね、作ったので、ぜひね、七瀬手帳の方を皆さん使っていただけたらと思うんですが、今回買ってみてね、本当ね、あ、面白いなと思いました。ということで一応手帳もね、買ったよということでご紹介しておきます。そしてですね、ちょっと面白い本、これ結構前の本なんですけど、一回昔読んだんですよ。読んだことあるんですけど、確か Kindle とかで読んだのかな。で、今 Kindle Unlimited は解約してるんで、ちょっとね、またね、買っちゃったっていう本なんですね。確か Kindle Unlimited だとこれの2が出てますね。2の方は読んだのかな。で、この人と結婚していいのっていう本なんですけど、これどちらかというとこの人と結婚していいのっていうタイトルではあるんですが、そういう内容っていうよりかは男女の違いについて書いてあるので、別に結婚考えてる人が読むっていうよりかは、こう今例えばパートナーがいる人も結婚してる人でも、より結婚生活をこう、パートナーとうまくいきたいなとか、幸せな結婚したいなとかっていう方はもう絶対読んだ方がいいって
ていうような本になっています。やっぱり男はウルトラマン、女は温度計みたいな例えとかが結構独特だと思うんですけど、あ、なるほどなとか、あ、その通りだなみたいなことって結構わかると思うので、まあ、女性目線から見てもわかりやすいし、まあ、多分男性目線から見ても、あ、なるほどって、ね、こう女性に対する疑問が解決する本かなと思うので、ぜひねこれ読むと多分喧嘩とかのすれ違いがね減っていくんじゃないかなと思いますので、見てほしいような本になっています。まあ、これ2だとね Kindle Unlimited で無料でね読めるので、まあ、2もねまあまあ面白かったですね。そしてあと、もうちょっとですね、こちらザ・グッドライフ、これもちょっと分厚くてまだね途中ではあるんですね。まあ、今半分ぐらいは読みましたね。グッドライフはですね、まあ良い人生とはっていうところ、まあこれもう長年にわたる、もう史上最長の幸福研究っていう風に一帯のところにはあるんですけど、まあ本当に何世代、世代超えるぐらい研究されてるんですよ。だからおじいちゃんの時におじいちゃんにもインタビューして、でその息子たち子供たちにもインタビューしてみたいな、その孫たちにも、どうなってるかとか追跡調査をしていった感じなんですね。で結果人間って何に対して幸せを感じるのか、もう皆さん気づいてると思うけど、お金があれば幸せとは限らないですよね。だからそういったところがとことんねこう、読める内容になっています。結構長いんですけど、こうその夫婦のこうインタビューとか別の家族の話とか、そういうなんか研究調査を追っていくのが、なんかなんて言うんだろう、その人の人生を追っかけてるような感じがして面白かったです。さっき出てきたようなこうロングゲームじゃないですけど、長期的視野で人生を考えれる、見れるようになる本でもあるので、まあそういった意味で一冊ね持っておくといいかなと思いました。ザ・グッドライフ、かなり分厚いと思うんですけど、まあなかなかね、ちょっと学びはある本かなとは思います。そして私がお気に入りだったこちらですね、さっき出てきた星渡さんの本で、神時間力という本なんですけれども、まあ、こちらの本もね、本当に時間術については私も結構詳しい方かなと。自分的にも、まあ時間術結構駆使してる方かなと思ったんですけど、やっぱね、すごく上手に、例えとか話とかワークとかが載っていて、めちゃくちゃ分かりやすい本かなと思いました。なので今もし時間的にね何かこうちょっと悩みがあったりとか、もっと時間をこう自分の時間改善したいよっていう方はですね、一回読むと多分どこを見直すべきかっていうのが見えてくる本かなと思います。ということで神時間力、これもね本当読んで損はなかったなと思いました。結構知ってる内容かなと思ったんですけど、意外とねまだまだありましたね。そして続いてがこちら、あ、これ最後になりましたね。はい、会社員さんの革命的に稼げるインスタ運用法っていう本なんですけれども、まあ、このね革命的に稼げるインスタ運用っていうことで、ただ単にインスタグラムでフォロワー集めようっていう話じゃないんですよ。もしかしたら今フォロワー1000人かもしれない、1000人かもしれないけど革命的に1000人でも稼げるよみたいな、本当に稼ぐためのインスタをやりたい方はもうね読んだ方がいいかなと。しかも今インスタやってない方でもね、もうこれから始めれるっていうような本になっています。で、まあこれねたった2回の投稿で月10万円達成できるロードマップを、完全収録っていう風になるんですけど、結構本当にあ、ここまで載せちゃっていいのっていうレベルまで載せられていて、まあ、以前動画でもね、こちらの方取り上げて解説動画出させてはいただいてますので、まあ、そちらで見ていただければと思うんですが、一応そうですね、3ヶ月で1万フォロワー、月10万円を叶える、革命的に稼げるインスタ運用法ということで、まあ、なかなかね、インスタ私もやってて、ちょっとね、なかなか本当にやっぱりこう、稼げるインスタでは私の場合はないと思うんですけど、まあ、そういったところですごくね、参考になる方かなと思います。ぜひね、副業とか始めてみたいなとか、インスタちょっとどうせやるんだったら、ちょっとお金稼ぎたいなって思ってる方はね、ぜひ、見てみてください。はい、ということでですね、以上かなりたくさんの本をねざっと紹介したので、ちょっと長めの動画となってしまったんですけれども、何か皆さん気になる本ありましたか？ぜひね、気になる本あったとか、私もこれ読んでよかったっていうのがあったらですね、コメントしていただけたら嬉しいです。まあ、そういったね本仲間でコメント欄がね賑わえばと思いますの で、 でまた最近インスタグラムの方で革命的に私は稼げてるわけではインスタないんですけれども、皆さんとね視聴者の方とこうストーリーとかでコミュニケーション取ったりとか質疑応答したりとか、やってますので、よかったらインスタもフォローしていただけたら幸いです。ということで、いかがでしたでしょうか？またね、今度ですね、まあ、2023年中に読んでおきたい本というか、こうランキングみたいなやつもねまた動画に出したいなと思いますので、ぜひねそちらも楽しみにしていただけたらと思います。ということで、私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさんありますので、高評価そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。よかったら概要欄から私が作ったユーデミの講座も見てみてください。では皆さんも今年まだまだ素敵なものに出会いますように。 See you!